はい、ゆざです。とっくんです。のりです。どうも、パウスです。パウスです。お願いします、はい、お願いします。で、今日は、はい、日向坂46のね、7枚のシングル僕なんかが発売決定になりました。おめでとうございます。ってことで、以前ね、はい、動画で上げたと思うんですけど、フォーメーション動画を僕ら撮りまして、はい、で、フォーメーションが出たということで、はい、結果発表と行こうかなと思います。はい、お願いします。お願いします。まあ、とりあえずフォーメーションを言っていくと、小坂センター、うん、びっくりしましたね。ね、びっくりしましたね。佐々木久美、佐々木美玲、上村、金村っていう一列目になってるんですけど、僕たち今回あの予想してたのが5、7、10で考えたんですけど、フォーメーションが5、8、9なんですよ、はい、だからちょっと、まあ、難しいんで、それ一列目で考えるっていうか、もともと完全一致って言ってたんですけど、そもそも2列目3列目が人数違うんで、もう正直1列目でしか勝負ができないんでまずはもうそこの1列目で見て、もし勝負がつかなかった場合は何列目で何人合ってるかっていう勝負形式に変えようと思うんですけど、はい、まずは1列目確認していこうと思います。はい、で、負けた人は毎度のことながらちょっと1人ルーレットで決まったメンバーのトークを取っていただくという形でやっていきましょうか。はい、わかりました。仕方ない、勝つしかねえので、勝つしかねえので、はい、はい、じゃあとりあえずね、センターからいきたいと思います。はい、で、トークくんの予想から、はい、センターは、センターはニブちゃんです。ニブちゃんです。はい、はい、じゃあ間違います。はい、じゃあ次、ゆとゆとはセンターは僕もニブちゃんです。これとニブちゃん、はい、次、のり。のりは、カトシ。はい、全員、ここ。違います。はい。で、その次、フロントの二人なんですけど、佐々木、はい、ささみ。佐々木、ささみ。はい。なんですけど、多分全員違うと思う。僕が、金村、川田。はい。はい、で、ゆとが、斎藤京子、加藤志保。はい。で、のりが、にぶ、ひな、川田。川田。で、全員違います。で、次に、上村、金村になるんですよ。左上村、右金村。うん、で、僕は斉藤、加藤。はい、違います。川田。ゆとが川田、金村。なので僕、金村。は、合ってるね。合ってる、合ってる。ここは、はい、合ってる。一致しました。一致してます。完全一致。で、のりも、斉藤京子、お寿司。お寿司って書いてるんで。ということは、ということは、ということはね、やったぜやったぜ、まさかの金村の位置、僕ら合ってますわ。ちょっと確認を。ゆとが合ったのは金村の右端。の1名。1名。とっくんは僕は0。0。で、自分は1なんで、1、0、1で、トークを取るのはとっくん。とっくんですね。ちょっとアイドルの愛が強すぎたんかな。見事にやられましたね。2年連続に。2回連続ね。桜と続けて。まあけど、俺は普通に嬉しい。なんかトーク取れることに対する。嬉しいかな。ちょっといい機会にな。ちょっと。だって今撮ってるのがトミーだっただけやから。そう。で、たまにちょっと見せてもらってるから、あ、加藤氏ってこんなんやなって思うけど、他のメンバーって。ちょっと気になるやん。そう、気になるっちゃ気になる。一番誰が欲しい今。誰が欲しい、そうやな、誰が欲しいか。でも、三期生とか、うん、意外と。あとは、なんやろな、あんまその、バラエティでこう、あんま活躍してないって言い方あれやけど、こう。あんま出てない。そう、こう、そう。その子ってどんなんだよなって知りたいから。マリま、うん。パリオとか。そう、パリオとかもそうやし。ミクニ推し出るもんね。うん。ミクニ、さ、ミクニが出たらそれはもう、よしってやけど。うん、これどうしやってルーレット入れます？ほぼ全員で、前回は多分その桜の場合は選抜やったから、うん、外れてたメンバーっていう形やってんけど、今回はちょっと人数が外れてるのが多すぎるから単純に1列目で合ってない人、2列目で合ってない人、3列目で合ってない人で全員まずは出して、その中からルーレットっていう形でちょっとやっていくので、はい、じゃあちょっとルーレットに飛びます。はい、じゃあちょっとやってみます。4、1。はい。ということでね、ルーレットを作りましたので、まずメンバーから。はい。はい、もう言ってない、影から。うん、影山優香、はい、渡辺美穂、はい、浜口日和、はい、
川田ひな、加藤志保、斉藤京子、二部あかり、松田このか、上村ひなの、佐々木久美、佐々木美玲、小坂直の、12人のうち1人を、取っていきます、はい。誰がいいですか？誰がいいですかというか誰が？誰がいい？はい。うん、やっぱりその、ゆとのを見てる限り、カトシが結構送ってきてくれるそうなので、まあ、せっかく取るんやったらいっぱい来てくれるカトシがいいかなって。斉藤は？東京子も結構うん、だから言ってるよ、メッセージとかめっちゃ動画撮れてくれて、あー、いやらしいですということで、じゃあ、はい、ルーレットしていきます。はい、はい、いきます。いざドン。誰が出るかな、誰が出るかな。キャプリン。これ見てよか。佐々木くみになりました。キャプリン。キャプリン。キャプリン、クイディン。よし。1ヶ月楽しもう。はい。はい。っていう感じでこんなことになったんですけど、そんなことないよ。言葉あるから、こんな風になりました。はい。そんなことないよ。僕はちょっと小坂を撮りたいなとか思ったりするので、もしかしたら撮ってるかもしれないですけど。企画関係なしに。はい。ちょっともしかしたらね、撮ってるかもしれないですけど。こんな感じにフォーメーションもなりましたので、はいはい、僕なんかね5月11日発売するんで、みんな CD を買いますか、はい、もちろん、はい、もちろん。じゃあまたね開封していこうかなと、買ったらでね、はい、スペイで応募してちょっとな、はい、当たったらなって思うんで、はい、またね動画を見てください、はい、お願いします。じゃあこんなところでバイバイバイバーイ。